そっから会ってないからね、2ヶ月半ぶり、うん、2ヶ月半ぶりですよ、リモート生配信やったりとか、そのリモートでできる動画撮ったりとか、会議とかね、はしてたんですけど、やっと会えたね。みんなどんな感じで過ごしてましたか？私はね、もっぱら17ばっかりやってるんですよ。そうですよね。私はね、4月はめっちゃ筋トレにハマって、5月はお菓子作りにハマって、お菓子作ってそう、めっちゃ作って、びっくりして、決まったの。食べたい。作って持ってきて。4月はダイエットして、5月はダイエットしてないみたいな。私は、ちょっと筋トレ始めたんですよ。お、今プランクやってるとか一緒だ。あ、そうです。見た。でも、トータル1時間ぐらい結構。やってるんですけど、まああんまり効果見れなくて、1ヶ月じゃ痩せない。そうですよね。2ヶ月、3ヶ月引き続き頑張ろうと思ってます。弟からテレビゲームにも送られてきちゃう。やってる。ゲーム三昧。夜中の1時ぐらいまでやっちゃって、やべえ。すごい。毎日じゃないよ。毎日じゃないからね。と言ってもね、いつも通り近づいてこう並んでね、演奏するっていうのにはまだちょっと抵抗があるというかね、汗もね、飛ぶしね、よだれも汗飛ぶ飛ぶよ、そんなに飛ぶよ。よだれも飛ぶし、やばい、やばい。でもさ、演奏してるとき別によだれ飛ぶじゃないんじゃない？リハとか喋るときとか、でも意外とよだれ飛ばないのかな、みんな。あ、今私よだれ出てるわみたいな。雪だけなんじゃない？蜜を避けましょう。はい。ということで、その蜜を避けるためにもですね、今回はソーシャルディスタンスを守ったセッティングで、リハーサルをしてみたいと思います。そして、お、挑戦する曲はなんと、あと水星を見る。イエーイ。大丈夫かな？誰ですかこれ選んだの？みんなみんなで今難しい曲ではあるけど、ガチで合わせたから、うん、ディスタンスがあってもうちらならできるんじゃないか、うん、心と心で自分たちの愛を確かめる。なんか急に寒かったね。そう、私はとっても暑いよ。まあ早速ソーシャルディスタンスセッティングをしていきたいと思います。イエイ。本日のセッティング部長オレン。イエイ。おい、早速、ソーシャルディスタンス合わせのセッティングをしてみたいと思います。いつもは、こういう感じで、ちょっと半円っぽくなってると思うんですけど、それをまず、まんま逆にしていただいて、このピアノを囲うような感じで、かつ、私たちはいつも通り外側を向いているというか、内側を向くんじゃなくて、それぞれチリチリに、外側を向いて、背中合わせってこと？そうですね。っていう感じでセッティングしていきたいと思います。このまま前進すればいい。そうですね、私たちがちょっと前に出たらこうすればいいってことか。そうですね、はい、どのぐらい外ギリ視界に入る感じでいいのかな。そうですよね、だいたいこうするとあれだ、完全にミッタちゃんも私、ミッタちゃんも完全に見えないね、うん、私、何も見えないよ。これが本当のソーシャルディスタンス。やっぱり何飛ばしても誰にもね、誰にも関わらない。じゃあこんな感じでグリーンレイチャンネル、じゃあやってみますね。はい。これ冒頭が一番冒頭怖いよ、心を研ぎ澄ましてやるってことで。はい。初めて聞いた。ソーシャル的な会。
ったらどうする？止まんねえんだよ。そうだよ。失礼しました。失礼しました。失礼しました。止まったら終わりだよ。とりあえず誰か進む。うん。オッケー。マジで怖い。怖いな。怖くない。怖くない。怖くない。Thank you.
久しぶりにみんなで集まるんですけど、私が今日は一番乗りでやってきました、ね、すごい久々なのでこれからねみんな集まっていくのが楽しみなんですけど、とりあえず一番乗りなので一人で音出しし始めたいと思いまーす。やばいね。
ますみです。何かの。いやー。ちょっと待って、おめでとうございます。ありがとうございます。洗礼。読めないと。読めない。何笑ってんのよ。何も変わらなかった。それなんかいつも言われる。最初に会った人にも普通のテンション。そうなんですね。ちょっと今大木さん喜んでみてよ。めちゃ久しぶり。怖い怖い。狂気が。ディスタンス。確かにすごいディスタンスしてる。2メートルぐらいってこれがギリぐらい。そうですよね、多分。